はい。では、The Art of Execution Control for Ruby's Debugger ということで、今日はデバッカーのご紹介をさせていただきます。クックパッドの笹田でございます。今日は商品の説明をするので、普段着で参りました。では、続けます。今日の話はですね、デバッグジェムっていうのを昨日じゃないですね、今日の深夜にリリースした、1.0.0をリリースしましたので、そのご紹介になります。デバッグジェムは、新しい、全く、新しく作り直したデバッグ、Ruby on デバッカーで Ruby 2.6以降で動きます。で、3.1でバンドル予定です。で、今日はですね、そのデバッグジェムをデモンストレーションして、で、最後にですね、どのようにこのデバッグを作ったかみたいな話をしようと思います。あ、声が出ていない。声が出ていないと。聞こえた。聞こえる。はい。いいですかね。こちらの方は大丈夫だと思うんですけど。まあいいや。進めます。はい。というわけで、今日はこの2本立てですね、デモンストレーションとその中身の話をしようと思います。はい。で、改めまして自己紹介でございます。笹田と申します。クックパッドでフルタイムコミッターとして、Ruby の開発、Ruby インタープリターの開発に専念しております。なので、今回、ご紹介するデバッカーですね。デバッカーの開発も結構時間かけてやっているので、すごいお金かかってます。で、Ruby アソシエーションのディレクター、理事もやっておりまして、今、グラントプロポーサルを募集しておりますので、こちらもよかったらご覧ください。で、私事なんですけれども、あれですね、虫歯になってしまいまして、で、むっちゃ歯痛いんですよね。なので、今日の発表はですね、まあ、デバッグができたよっていうのに加えてですね、歯のメンテナンスはすごい大事だから、みんな歯医者行こうねっていうのをお伝えしておきたいと思います。もう痛み止めでやっと歯が痛くない状態なので、皆さん気をつけてください。で、虫歯を見るときはですね、まあ、お医者さんがレントゲン写真とか見るんですけれども、プログラムで問題ですね、プログラムの虫、バグを見つけるためにはですね、デバッグを使うっていうのが、まあ、よくある話です。で、何か問題があったときに、その中がどうなっているのかを見つけるっていうためですね。で、まあ、この問題をどういう、ど、何が問題であるかを調べる。で、そのためにはですね、プログラムの中身をですね、例えば、今ちょっと止まって、その中身ちょっと見せてっていうふうに、中身を、ごそごそ見るとかですね、それからですね、そもそもプログラムよくわかんない、どういうふうなプログラムが、どういうふうなプログラムになっているかわからない、コードリーディングにもデバッグを使うみたいな話があります。で、そのためにですね、デバッグが提供しているのは、制御を操作するっていうことですね。まあ、プログラムを止め、任意のタイミングで止めて、で、ちょっとずつ進めたり、それからまた再開したり、で、また、別の場所で止めたりみたいなことができることが求められます。それから、プログラムの状態がどんなふうになっているのか、例えば、ある状態のローカル変数がどうなっているのか、それからそのローカル変数をですね、例えば、メソッドの呼び出し側のローカル変数どうなっているかとか、そういうのをですね、調べたりとか、スレッドが今、どれくらいできていて、それがそれぞれどういうふうに動いているのかみたいなことが、調べられるっていうのが、まあ、よくあるデバッカーですね、よくあるデバッカーの機能になります。で、Ruby にはですね、すでにいくつかのデバッカーがございまして、で、長らくですね、標準添付されている Ruby、libdebug.rb、これ多分古いので誰も使ってないんじゃないかと思うんですけども、これが、ございます。で、今回はこれを置き換えるというのが目的ですね。で、最も多くの方が使っていらっしゃるデバッカーだと思うのが、このバイバグですね。バイバグは、2.0からですね、2.0の時代から多分、作られてきたもので、多くの方が使っている。それ、あと、プライデバッグとかですかね、一緒になって、プロダクトとしてリリースされていると思います。それから、RubyMine とかが使っているリベースとかですね、Ruby デバッグ ID とかですね、この辺も、Ruby のデバッグのための機能として提供されています。で、で、そういうのがある中で、なんでダメなのか、なんで新しく作ったのか、前のやつじゃなんでダメなのかっていう話なんですけれども、もともとですね、ちょっと性能に興味、気になっていて、で、まあ、これらのですね、デバッグの性能を良くするために、新しい API とか入れてたんですけど、まあ、今回それを使って作り直したという次第ですね。それから、まあ、ID 連携とかもやりたかったんですけども、ラクターって3.0から入ったんですけども、ラクター対応すごい既存のアーキテクチャで難しかったので、今回、全部やり直したっていう話です。まあ、あと、自分がこのデバッグ関係のツールが、やりたかった、結構好きでやりたかったっていう、
こういうのツール使うのが好きでやりたかったっていうのがあります。で、デバッカーは一体どういうふうに使うのかっていう感じなんですけど、まあ、どこで止めるのかっていうブレイクポイントを決めて、で、プログラム走らせてブレイクポイントで止まると。で、そうするとデバッグコンソールが開いて、まあ、なんかこう、次の行にちょっと動かすとか、再開するとか、プログラムの、ローカル変数の中身を見るとか、コンフィギュレーションを変えるとか、まあ、こういう操作をするっていうものを提供するのが、デバッグジェムになります。今お手元で、ジェムインストールデバッグってやると、新しい 1.0.0 が入ります。で、基本的なものをデモンストレーションしたいと思います。見えますかね。ちょっと細かい字なんですけれども、こういうプログラムがあったときに、このプログラムを、デバッグジェムが提供する RDBG コマンドを使って動かしてみます。RDBG コマンド、GDB とか、LLDB とか、Python だと PDB とか言いますけれども、これに当たるものになりまして、スクリプトを渡すと、プログラムを開始して、先頭で止まります。こういうふうにソースコードを表示して、先頭で止まるというプログラムになります。で、まあ、ちょっと一行進めてみます。で、Ruby だと def も、実行文なので、それを def 文を実行文としてステップ実行で飛ばして、まあ、何行か飛ばしますと、これ info っていうコマンドなんですけども、ローカル変数の一覧がこういうふうに出てきていますね。で、あと、なんかこう、ちょっとわかるかと思うんですけども、i って入れると info コマンドって出るので、あ、これは、info コマンドなんだっていうのがわかる。それから、まあ、info っていう、i は info コマンドの短縮形なので、info って出てきて、これ info はそのコマンドです。で、ここでですね、Ruby の、プログラムも普通に動きまして、例えば、何ですかね、まあ、よくある1プラス2みたいなことをやると、まあ、デバッグコマンドと解釈されないので、これは Ruby の式だと解釈されて、ここでは Ruby って出てきてますけども、これを実行するとまあ3点出てくるという感じですね。まあ、特に IRB とか見てると普通の機能だと思うんですけど、こんな感じで実行することができます。まあ、さらに進めていきまして、進めていきます。で、ここで、例えばバックトレースコマンドを実行すると、このメソッド foo っていうのが A と B っていう引数で、A と B が、引数がこういう値でとかっていうのが分かって、あとはこういうふうに、どこの場所で、呼ばれているかとかが分かると。で、もうちょっと進めると、返り値ですね。これ30の10乗は、まあ、この値らしいんですけれども、こういうのが分かるみたいなことができます。はい。で、最後、コンティニューして最後まで終わりました。みたいなのが、感じで、パッと使えます。で、VS コードも、VS コード連携というのも作ってまして、これは動画で、ご紹介しますけれども、まあ、なんかこう、走らせるんですね。こう、デバッグモードで走らせると、こういうふうに何動かしますかって聞かれるので、それで実行すると、まあ、すぐ終わっちゃうんで、ブレイクポイントを今回はつけますと。で、ブレイクポイントつけてもう一回走らせると、ここで止まります。で、ここで止まって、ステップ実行とかが、できて、この辺でローカル変数とかがピロピロ変わっているのが見えるんじゃないかと思います。で、ローカル変数、ネステッドハッシュとか、アレイとか、こんな風にパラパラ開いて見れるので、なんか、PP とかで開くと、なんかすごい長くなっちゃうやつでも、こういう風に綺麗に見えるようにできるようになっています。はい。こんなもんでいいですかね。はい。で、デバッグジェムの使い方はですね、RDBG コマンドをこんな風に使うっていうのがあるんです。起動するっていうのもあるんですけども、プログラムの中でリクワイアするみたいなこともできます。詳しくはドキュメントを見てください。もちろん、さっきのようにですね、ID でボタンを押すみたいなことで起動することもできます。で、ブレイクポイントもですね、行で指定したり、ファイル名とか指定したり、メソッド指定したり、コンディションをつけたり、なんかこう、エクセプションが起きた時にブレイクするとかでもできますし、さらにですね、バインディング ILB とか、よくご存知の方、プライとかですね、ILB とかご存知の方は、プログラム中に直接、バインディング .break、もしくはバインディング .b ですね、っていうふうに、書いておくと、そこでブレイクするっていうふうになります。で、さらにですね、この do キーワードを与えると、このデバッグコマンドを、デバッカーの上で実行して、それを、実行してから戻るみたいなことが分かります。で、ブレイクコマンドを使うのは、まあ、プログラムを修正したくないとき、で、バインディングブレイクとかを使うときは、簡単にエディットできるときにこれを使ってくださいというようになっています。で、これ面白いのがですね、
さっきも言った通り、ここにデバッグのコマンドが書けますので、ここで、トレースをオンにして、で、トレースをオフにするというふうにやると、ここでだけトレースを聞かせることができるみたいなことが書けるようになりますので、こう、プログラムからデバッグの機能を使うみたいなことが書けるようになっています。で、さらにですね、いくつか面白い機能があるので、もう少しご紹介します。リモートデバッキングができるので、プロセスもしくはマシンをまたいだデバッグができます。プロセスをまたいだデバッグはすごい簡単で、ラージオですね、ラージオスクリプトってやると、デバッグのポート、デバッキーのためのポートを開けて、で、アタッチってやるとそこにアタッチしていくみたいなことができます。で、具体的にちょっと例を出してみたいと思うんですけども、こんな感じでですね、プロセスを起動して、これ今デバッグの接続を待ってて、今接続しました。で、こっち、リモートプロセスでそれがつながっています。これマシンをまたいでもできるんですけど、今これ Unix ドメインソケットなので、同一内で他のプロセスを除いているという形になります。はい。結構ですね、デバッグ開発時なんかこれずっとつけとくと便利なんじゃないかなと思ってつけました。はい。それからですね、デッドデバッグ、ポストモーテムデバッキングですね。検視とか言いますけれども、プログラムをですね、プログラムの実行が終了したときに、一体なんで終了したんだろうっていうのを遡ってみるための機能で、これはバイバグとかにもついている機能です。で、ここではですね、1割0やったんで、こう、0除算の例外出たんですけれども、ここでですね、ポストモーテムの、機能をオンにしてから実行すると、死ぬ間際にですね、その例外が起こったタイミングのローカル変数ですね、このバインディング、バックトレースとかですね、そこでの変数の値とかが見ることができます。はい。それから、トレースですね。いろんなトレースが取れるんですけれども、例えばですね、ここでやってるのは、あるオブジェクトが、引数とかレシーバーになったときをトレースするっていう機能が、こう、トレースオブジェクトストリ、なんとかっていうのをやるんですけども、ここでは、ERB、シナトラですね、シナトラで、アクセスしたときに、これは、どういう、ここのオブジェクトが一体何に返っていくかっていうのが、実際にこれを、開いて実行してみると、文字列作られるんですが、その文字列が引数とかになっているメソッド一覧というのがここになりますというふうになるわけですね。はい、ここで、レシーバーなりパラメータなりとして使われましたというのがここで書いてあります。はい、ちょっと大きな画面じゃないとちょっと見づらいですけれども、こういうこともできるという感じです。それから、これですね、バックワードステッピング。これ何するかっていうと、タイムマシンとか、レコード&プレイデバッグっていうやつなんですけども、プログラムって前に進んでいくだけなんですけども、ちょっと前見たいっていう時に、このレコードオンってやってから実行するとですね、ここまでさっきのプログラム実行するんですけども、ステップバックってやると、そのプログラムが、その前の行で何やってたか、どんなローカル変数の状態だったか、どういうバックトレースだったかっていうのが見えるっていう、風になってて、リプレイ中はこんな風にリプレイっていうのが出てきます。IO とかもちろん巻き戻らないので、ここはそのキャプチャーした環境だけを表示しているという、そういう機能になります。で、これ、VS コードからでも使えまして、ここではこう、さっきのバインディング B でレコードオンっていうのをやってるんですけども、ここで止めて、このステップバックボタンですね、ステップバックボタンを押していくと、前に戻っていくというのが分かって、ここで、ローカル変数の値とかがちょろちょろ変わっているのは分かるんじゃないかと思います。はい。で、もともと目的としてパフォーマンスなんですけれども、どういうときに、もともとのデバッカーですね、既存のデバッカーが、デバッグ時に遅くなったかっていうと、ブレイクポイントを設定したときなんですね。で、ここではですね、条件的にはブレイクポイントで、これ、ゼロになることはないので、起こらないんですが、ここに、とりあえずブレイクポイントを設定すると。で、設定しない場合に走らせると、ごめんなさい、古いデバッカーだと、もうそもそも、話にならないぐらい遅かったんですけれども、今回のやつだと、ほとんど変わらない。で、バイバグとか Ruby マインもほとんどブレイクポイント設定しないと変わらないんだけれども、バイバグとか Ruby マインだと、ここにブレイクポイント設定して実行すると、だいぶ遅くなると。いうことですね。で、今回のデバッグ化でこういうケースでは遅くならないというふうになっていると
ところです。もちろん今回のデバッカーでも遅くなるようなことですね、さっきのレコード機能とかあるんですけれども、まあ、なんというか、何もしないときには早いっていうのを目指しているというもので、まあそこで、十分な成果が出たんじゃないかというふうに思います。はい。というわけで、あと10分弱でこれがどういうふうに動いているのかっていうのをご紹介したいと思います。これまでご紹介してきた機能、駆け足でご紹介してきたので、ものすごく、分かりづらかったと思います。で、ドキュメントですね、すでにデバッグ、Ruby すらデバッグ、GitHub の Ruby すらデバッグの中で、ドキュメントありますので、そちらをご覧いただくか、これからですね、私、日本語の記事、英語の記事書きますので、そちらもご参照いただければと思います。はい。で、どういうふうに作るかですね。はい。で、まあ、単純な話で、トレースポイントっていう機能を使っています。まあ、なんかこういう機能を使うとですね、なんかこう、なんか黒魔術みたいなこと言われるんですけども、Ruby のリファレンスにも載っている機能なので、この辺は非常になんというか、素直な機能だと思っています。で、セットトレースファンクっていうのが Ruby1.9 まで、Ruby1.8 まであったんですけど、今でもあるけど、Ruby1.8 まではこれしかなかったんだけど、それをもうちょっと早くするための仕組みとして、Ruby1.9 からトレースポイントっていうものが入りました。で、トレースポイントにさらにですね、Ruby2.6 からですね、このターゲットとターゲットラインを指定するっていう仕組みが入りました。ターゲットにはこれ、ブロックとかメソッドとか、あとバイトコードですね、が指定できて、そこでさらに、なんかこう、10行目とか20行目っていうのを指定すると、その特定の行だけ実行するみたいな、フックがかけられるような機能が入りました。で、2.6 以降使えますよっていうのは、まさにこの機能を使うために、の制限になっています。で、じゃあこれがあれば、さっきのトレースポイントの、ターゲットラインがあれば、じゃあこのファイルコロンラインっていうのを作れるかっていうと、実はそんなに簡単ではなくて、そのバイトコードとかをですね、集めてこなきゃいけないとか、なんかそういうのがあって、まあ、そこを無理やりですね、まあ、ここはちょっと黒魔術ですね。C エクステンションの知識を使って、なんかこう、いい感じに持ってくるみたいな仕組みがあります。で、仕組みを付けているので、使えるという次第です。で、あとは、あれですね、ペンディングとかですね。まだロードしていないファイルに対してブレイクポイントかけたいって、まあ、よくある話だと思うんですけども、その辺も、するために、なんかいろいろとデバッグの中で、処理を書いています。それから、ステップエグゼキューション、さっき1行実行するとか、次のメソッドが呼ばれた先に飛ぶとかですね、それどうやって作るのかってなるんですけど、これは簡単な話で、ターゲットとかを指定しないと、すべてのイベントが来るので、そこで止めるようになっています。ただ、これ結構同期が難しいので、まあ、なんか簡単かなと思ったんですけど、思ったよりも時間がかかりました。で、あとですね、メソッドの呼び出し側のフレームをさっき表示していたんですね、ローカル変数、呼び出し側のローカル変数、さらにその呼び出し側のローカル変数とかが表示できていたんですけれども、なんで、それがなんでできるのかっていうのは、この RB デバッグインスペクターっていう、こっそりじゃないですね、入れていた、C エクステンションのための、命令がありまして、関数 API がありまして、で、これ自体はですね、debuginspector.gem っていうので公開されている、使えるように公開さ、Ruby から公開、使え、Ruby から使えるように公開されているんですけれども、公開されているんですが、これをですね、さらに、もうちょっと軽量に使うために、まあ、なんか直接これを使うみたいなことをやっています。それからですね、スレッドとラクタをどうやってサポートするかっていう話、ここからすごい難しくなってくるんですけども、ラクタってオブジェクトを共有できないので、なんかこう単純にですね、オブジェクトをなんか触っちゃうようなデバッグか、Ruby で書いちゃうと使えないんですね。で、ここどうするかなんですけれども、まあ、なので既存のデバッグ化の仕組みはちょっと使うのやめて新しく作り直したっていう話になります。で、そうですね。あと、ラクターって作るの難しい。ラクター使うのやっぱ難しいと思うんで、デバッグがないと厳しいかなと思って作り始めたというのが、今回、debug.gem を使って作り始めた理由になります。で、こんなふうな、スレッドに関してはこんな構成になってて、なんかこう、セッションマネージャースレッドっていうのを最初に立ち上げるんですね。メインスレッドじゃなくて、セッションマネージャースレッド。で、普通のアプリケーションのスレッドはこんな感じで動いています。
で、例えばこれがですね、ブレイクポイントで止まると止まったよってここは知らせて、このセッションマネージャーが、他のスレッドに対して止まれっていうふうに指令を出すっていうふうになっています。で、例えばですね、こう、さっきのデモだと、クライアントが、自分のプロセスだったんで、ここで終わりなんですけども、さっき、リモートデバッカーだと、さらにこのリモートデバッカーとお話しするための口がいるので、もう一個スレッド立てて、こんな風になっています。はい。で、これをですね、ラクターにさらに対応させると、セッションマネージャーにですね、ラクターのスレッドがですね、こんな風にお話しするという構成にしなきゃいけなくて、で、Ruby 会議まで、ね、本当はここまでやろうと思ったんですけども、ちょっと、API が足りないっていうのが、作りながら分かったので、ちょっとまだそこまでいけてないというのが現状です。が、まあ、こんな構成にして、ラクタ対応もする、しようかというふうに思っています。はい。はい。本、デバッカーに関しては、小野さんですね、GSOC のプロジェクトで、テストのフレームワーク書いてくれました。それから、スタンローさんに、たくさんのですね、パッチとかですね、実際に使ってみて、レールで使ってみてこうだったとかですね、ご提案いただいたりしています。それからいろんなコミッターの、他のコミッターとかからですね、アドバイスいただいています。どうもありがとうございました。さて、というわけでですね、コンクルージョンです。デバッグジェムは、全部作り直したジェムなので、まあなんか、さっき見た感じわかると思うんですけど、まあカラフルだし、なんかこう、ちょこちょこですね、なんか、情報が増えたりとかで、プロンプトに情報が増えたりとかですね、するので、まあ、なんか面白いかもしれないんで、使ってみてください。なので、ジェムインストール、デバッグってやると、まあ、入ります。で、まだテスト、やっぱりですね、人の目が足りないかと思うので、まだまだ、バグがあるかと思うんですけども、そこはですね、ぜひ、フィードバックいただければと思います。はい。ラクターサポートももうすぐやるよ。まあ、3.1 までにやりたいなと思っています。はい。これで以上なんですけれども、あと2分ぐらいありそうなので、もうちょっとだけ。さっきですね、なんか午前中にですね、不思議なプログラムですね、不思議なプログラムあったんですけども、これデバッカーでやったらどうなるのかなと思ってやってみたという感じですね。ね、すごい。これデバッグできるような気がしますかね。なんか質問があればこの間にでも。まあなんかこうコンティニューするとプログラムはここから再実行するのでなんか。実行が始まるみたいなのが分かります。デバッグできそうな気がしてきましたかね。あと1分ぐらいですが、ご質問とかは特にないですかね。じゃあ今日はこんな感じで、終わりにしたいと思います。はい。どうもありがとうございました。